テイキンプロモーション、そして MP プロモーションダイナミックグローブスペシャル、本日のメインイベント WBO 世界フライ級王座決定戦12ラウンドを行います。まずは赤コーナープロセスには25戦24勝1敗24勝のうち20勝がノックアウト、公式球場は111パウンド4分の3、フィリピン共和国メトロマニラ出身、そして今夜世界王座に初挑戦となるWBO 世界フライ級第1位、ジーメン・ディストレオ・ナグラ。ニックネームは拳銃を撃つ男、その左右のボディには注目です。どこでその引き金を引くんでしょうか。そして青コーナー、プロ戦績は20戦全勝、全20勝のうち15勝がノックアウト、公式球場は112ポンド、 MT 事務所初代の日本ユースフライ級、また第58代の日本フライ級チャンピオン、そして今夜ついに世界王座に挑戦する未だ無敗の WBO 世界フライ級第3位、中種淳子。これまで支えてくれた人への22年分の恩返し、中谷淳子、世界タイトル獲得なるでしょうか。本来は4月4日に行われる予定でしたこの WBO 世界フライ級王座決定戦です。両者身長差が8センチあります。さあ両者が分かれました。両者世界初挑戦、日本の中谷淳人、世界の頂点に上り詰めることはできるでしょうか。WBO 世界フライ級王座決定戦、中谷淳と世界初挑戦です。青いトランクス、まずは右のジャブを伸ばしていきます。身長171センチ、サウスポーのボクサーファイター中谷淳人です。一方対するは WBO 世界フライ級1位につきますフィリピンのジーメル・マグラモ、26歳、身長は5フィート4インチ、163センチ、ただ異名は拳銃を撃つ男、左右のボディは必見です。さてセレスさん、はい、非常に緊張感のある立ち上がりとなっていますね。そうですね、まあ、中谷選手の構えを見るとね、距離を突き放すような作戦の構えですよね。山中さんはどう見ますか。はい、まあ、いい距離の取り方だと思いますね。ここからマグラムがどんだけパンチが届いてくるのか、はい、というのをこれからしっかりと、警戒して戦ってほしいですね。まず距離を置いていくのは青コーナー中谷淳人です。身長でもリーチでも分があります。この右のジャブ、セレスさん、この右のジャブもいいですね。そうですね、あのジャブ打っててね、あのジャブが当たってるといいですよね。ただマグラム選手もこの距離では当たらないの分かってますから、どう入ってくるかが早く見たいですね。そうですね、右のジャブをついて、はい、山中さん、マグラも一発出しましたけど、あの右のノーモーションがパッとくるんで、そのパンチっていうのは絶対外していきたいですよね。マグラモの右のノーモーションですね。ノーモーションの右のストレートっていうのは、いいタイミングで伸びてくるんで、はい、そのパンチもしっかりと外していきたいですよね。相手のマグラモが現在世界フライ級1位、そして世界フライ級3位につけるのが中谷淳人です。中谷より格上という赤コーナーのマグラモ、ここも距離を置いてしっかりと対応していきます。中谷、まあ、見た感じマグラモ選手は一発パンチ打つと続けざまにパンチ打てそうな感じの選手ですね。相手は左ストレート、左のボディ、左のボディ、ロングをやっていく、来ましたか。来ましたね、ね、左のストレート、山中さんも中谷の左のロングフックというのも注目されていますが、上当たってからすぐにちゃんと右のボディ、ボディにも入れてましたからね。まだマグラモはプロのリングでダウンは一度もありません。非常に打たれ強さも持っているというマグラモです。これまでプロ25戦戦って24勝1敗、24勝のうち20がノックアウトというマグラモです。それに対して中谷淳と左のストレート、ここも左ストレート、右フック返し、右ラッパーまでつなげていきました。中谷選手はこれ以上突っ込む必要はないですよ。そうですか、このロングレンジの距離で戦いたいですね。山中さん、マグラモ自体は距離感というのは今どのように感じているでしょうかね。まあ、少しあの構えている時点では少し遠いかなというのはあるんですけど、中谷選手が来た時には、距離合いますから、はい、そこを気をつけないといけないですね。マグラモも左右のガードを上げて中に飛び込んでいきまして、このように距離を潰していきます。
あの右の大きいロングフックを狙ってますよね、マグラモ選手はね。マグラモ右のロングフックですか、はい、さあ第1ラウンドも残りわずか、しっかり見えてますね。右のジャブ、第1ラウンドから左のストレート、相手の顔面を捉えました中谷潤人です。中谷もこれまでプロ20戦戦って全勝、20勝のうち15がノックアウト。あっとここはただ来ましたね、セレスさん、やはりマグラモも距離を潰してきます。この距離に来ないとね、マグラモ選手に勝機はないですからね、ただ接近戦も磨いてきた右のフックを見せました中谷潤人です。辻岡さん、はい、マグラモ陣営なんですが、やはりこの距離感なんだと、もっと距離を詰めていけと、そして自慢のアッパーを出していけと、そんな指示ですね。山中さん、やはりこの距離、そして自慢のアッパーということですね。そうですね、この距離も中谷選手も上手いんですけど、相手も左右のアッパー本当に気をつけないといけないですから、一発は本当に強いものがありますからね。マグラモは20のノックアウトがあるんですが、20分の14は左右のボディ、そして20分の6は左のアッパーで相手をキャンバスに沈めてきたというマグラモです。左フック、ボクシング一家に生まれたというマグラモです。現在1位。はい、体の強さ的にはね、中谷選手負けてないですね。そうですか、はい、少し線は細く見えはするんですが。そうですか、負けてないですよ。左、ここもカウンター、左ストレート、カウンター気味に合わせていきました。右のジャブ、距離を入れ、右のアッパー突き上げていきました。中谷もマグラモも拳銃のようなパンチは警戒しています。左右のボディ、ここも左アッパー、やっぱり来るっていうのは想定してるんで、しっかりと対応できてますよね。ここも距離を潰してくるマグラモ、ただ足を踏ん張って中谷止めまして、右のボディ、左アッパー、目を捉えました。中谷選手、前半に、ね、できるだけの左のボディボールを打っときたいですね。それはどのような効果がありますか。やはり、ね、スタミナ切れますし、足がなくなりますから、はい、マグラモ選手の、ね、やっぱり長所が、ね、どんどん消えてきますからね。そのボディをついていけるかどうか、中谷です。辻岡さん、まさにセコンドからもそのボディボディという声が飛んでいますね。そうですか。あとそのマグラモのこの回転力を警戒してか、このリングの中央で戦うようにという指示を出しています。セレスさん、これどういうふうに聞きますか。やはりロープを詰められる状態になりますと、マグラモ選手の良さがね、この回転力が出ますから、はい、ミラボディ、近いところですよね。確かにこれまでもこのマグラモはロープに追いやって右のフック、相手を拳銃のようなパンチで沈めて左のボディ、中谷を返します。うまく足をってこうサークリングしながら中央で戦えてますよね。そして山中さん、中谷のボディというのもどう見ていますか。ボディもすごくいいですね。そのボディで、相手の追い足を止めたいですから、はい、しっかりとボディを打っておいて、またなんとか上へというパンチにつなげていくでしょうか。ここ両者分けます。ここまで閉じ込んでくる、ここまで見てる感じですと、中谷選手は、ね、注意する点としては、接近戦の時に、はい、まあ、回ったりする時ですね、その時のガードの位置だけ表示したいですね。まさにこのように接近戦に挑んでくるマグラモに対して、ただ打ち返していきます。中谷ダッキングでかわして、あっとここも距離を潰してくる。試合巧者のマグラモ、ここも距離を潰してきまして、少しラフファイトに持っていくでしょうか。左ストレート、中谷潤人、現在3試合連続ノックアウト勝利中の中谷潤人、ただ一方のマグラモも7試合連続ノックアウト勝利中、勢いに乗ります。ここも距離を潰してきます。ただ中谷バックステップ、距離を空けまして右のジャブ、この後セレスさん、2人の距離は詰まってくるんでしょうか。いや、この距離でもいいんですよ。マグラモ選手がですね、接近しても意外と手数が出てないんですよね。確かにそうですね。それは中谷選手が出させてないんですよね。出させていない、はい、この体の位置やね、その位置を変えたりするのはすごい上手なんですよね、ええ、それを続けていきたいですね。中谷はマグラモの手数非常に警戒していましたが、確かに手数を手数で打ち返したいという話もしていました。辻岡さん、はい、そのマグラモ陣営なんですがね、やはりそのあたり気にしていまして、もっと頭を低くして、そしてボディにパンチを集めていけと、父親のメルビンさんも、はい、興奮して立ち上がって関係者に注意をされるという、そんなシーンもありましたね。そうですか。少し山中さん、はい、マグラモ陣営としてはここはもうピンチという状況ではあるでしょうか。そうですね、もうより頭を低くして、相手に打ちづらくさせようという作戦なんでしょうけど、それでも中谷選手うまく下からアッパーを突き上げれますからね。はい、今左 のボディアップ打ちましたけど、あれすごい有効ですよね。そうですか、はい、それでこの近い距離でもうまくこうサークリングしながら戦えてるんで、素晴らしいですね。確かに両者もリング中央からポジションが変わりません。中谷このように頭を預けて避けてリング中央、マグラモもプレッシャーをかけるんですが、中谷体を入れ替えていきます。このままの形で左のボディーブローを当てていければ、はい、まあ、後半中盤ですね、中盤以降だいぶ、ね、スタミナのロスが出てくると思うんですよね。
現在マグラモ7試合連続ノックアウト勝利中ですが、その7試合のうち5試合は4ラウンド以内のノックアウトという、非常に前半に力を発揮するというこのマグラモですが、ここは中谷が1枚上回っているし、右フック、中谷の右のフックです。この競技マグラモも攻めては来てますけど、パンチの的確性では、中谷選手ですよね。そうですか、はい、うまく当てれてると思います。ここ右のパー左、マグラモは中谷の左ストレートだけでなく左のアッパーも警戒しているという話をしていました。また身長中谷の171センチ、右のボディ、中谷です。171センチという身長についてもフィリピン国内にはいっぱいいるよと、特に問題はないという話をしていましたマグラモです。いや、現在1位のマグラモに対してここも足を止めて無理に下がるようなことはありません中谷です。いや、セレさん、ここは非常に本当に中谷も冷静に試合を進めているように見えるんですが。そうですね、マグラモ選手もだんだん、ね、接近して少しずつパンチの手数出してきましたね。確かに手数増えてきましたね。左のボディは中谷です。セコンドからも指示があったように、あ、右ラッパー、中谷の右ラッパーです。そして右のジャブ、さてここはゆっくりとマグラモ立ち上がりました。先に待ち構えていたのは中谷純斗です。セレさん、少しこれマグラモ疲れてきているんでしょうか。まあ、それほどでもないと思いますけどね。ただ思ったよりやっぱ手数が出せないので、はい、ね、イライラしているのかはありますよね。これまでプロ25戦して対サウスポーも12戦、サウスポーに対しても問題ないと話していたマグラモです。ここも接近戦でアッパーを突き上げていきます。中谷純斗、中に入っていったんですけど、それでも中谷君がうまく、手を折りたたんで、接近戦うまいなという印象があると思うんで、あ、マグラモもそう抱いていますか。そうだと思いますね。山中さんから見てその中谷のうまさ、具体的にどんなところでしょうか。リーチもあって身長もあるんですけど、はい、で接近戦になればうまく手を折りたたんで、アッパー、フック、ストレート、いろんなパンチを打てるんで、本当にパンチが多彩ですよね。迷ってますよね。迷っている、いろんなパンチが来る、いろんな角度から飛んでくるんで。ただ迷わせているのがその中谷純斗です。そうですね、でパンチだけでなく足でね、サイド、左右に動いてるんですね。右だけじゃなく左でも動いて、そしたら動きました、打つ時にはいないんですよね、中谷選手がね。それ中央でできてるんで、足に注目してみます。今と右、マグラモの右です。非常に軽快にフットワークを動かしていきます中谷純斗です。飛び込んではきますが打ち返していく右のジャブ、来るところの左の練習でフック系のパンチですね。右のボディ、あれを合わせてるのもすごいね、やっぱマグラモ選手にとって嫌ですよね。そうですか。山中さん、世界戦となりますと、もう序盤に何かこう自分のパンチのタイミングを測っている、そんな時間もあるんじゃないですか。まあ、そうですね、うまい流れではいってるんですけど、もうこの距離の一発っていうのはまだ本当に強いんで、マグラモ選手も、はい、しっかりと集中して右と、これはマグラモの右です。中谷被弾しました。左フック、ナイスアッパーですよ。右ラップ、左のボディ、体がクロスに流れました。会場からも拍手が沸き起こっています。マグラモ体を預けるようにして、ただ距離を置いていきます中谷純斗です。あの打ち分けで、ね、ボディ当たってくると、ね、やっぱ効いてきますよね。中谷もノックアウト率は 75%、 ただそれを上回るノックアウト率 80% がマグラモです。中谷も一発というよりは連打をまとめて組み立ててノックアウトを勝ち取るという中谷純斗です。ここも距離が空きまして右のジャブを伸ばしていく、この距離ですとセレさん、やはり中谷の距離ですよね。そうですね、まあ、ここまで多分練習通りにできてるんじゃないですかね。確かに非常に涼しい表情にも見えます。中谷、左のボディです。左のフック、右のボディ、セレスさんからも序盤にボディをという話がありましたが、ここも左のフック、右ラッパー、左のストレート、もう一度左のストレート、ロープを背にしながらもパンチを返していきます中谷です。ここも押し返していきまして、マグラモもどのように、父もおじもボクサー、マグラモ、ただその2人が果たせなかった世界チャンピオンという夢、初来日で果たすことはできるでしょうか。お父さんのマグラモ選手は自分が日本フライ級チャンピオンの時に東洋チャンピオンだった選手ですね。あ、そうですか。すごくタフで手数の多いファイターでしたもんね。となりますと、やはりその血を継いでいるというのがこのそうですね、Gメルマグラモということになります。インターバル中も非常に強い口調で何か話していますよね。そうですね、辻岡さん、はい、その内容なんですけれどもね、やはり頭が少し高いと、でもっと頭を下げてボディに連打をしてガード、ボディに連打をしてガード、それを繰り返せと、そんな指示出してますね。
セレさん、これはどう見ますか。ボディを打ちたいんでしょうけどね、なかなかそれができてませんから、陣営も少し、ね、苛立ちがあるのかもしれませんね。このようにガードを固め、左フック、ガードを固めてロープコーナーに本当は押し込んで、もっと攻撃的にしたいんですけど、うまいですよね、中谷選手のこのステップワーク、回りながらここもひらりとかわしていきます。本当に中央で戦えてますからね。本当にそうですね、陣営が、ね、言ってる通りの、ね、作戦でやってますよね。それを、ね、実際にリングにできるっていうのがすごいですよね。そうですか、本来は4月4日に行われる予定でした。それが8月21日に延期、それも延期となりまして、今日11月6日中谷左ストレート世界初挑戦となっています。7ヶ月間自問自答の時間がありました。マグラモ研究に勤しみました中谷です。はい、またこの展開からですね、いつ中谷選手が手数を少し、ね、増やしていけるかですね。手数を増やす、はい、攻撃力を、あえてこれまだ中谷はまだここはタイミングじゃないなと思ってるんでしょうか。少し相手に合わせている感じありますよね。あ、なるほど。山中さんどう見ますか。そうですね、だからこういった、距離を取って、もう一回長い距離で戦って、そうかと思いきや近づいてという戦い方で迷わせて、左のボディ、ボディ、左のパー、もう一度左のボディです。いいですね。拳銃と評される左右のボディ得意マグラモですが、今日は中谷がそのマグラモのボディにパンチを集めていきます。こうやって自分で足を使っていくとまたリズムが出てきますので、いや中谷非常に冷静にマグラモを見ていきます。ただマグラモはまだダウン、その経験が一度もありません。非常にタフなボクサーです。いや山中さんも振り返れば7度目の防衛戦ですかね、タイのスリアンソールンビサイとの対戦もありましたが、相手も非常にタフでしたよね。まあ、そうですね、タフですけど、うまくこう回りながら、まあ、距離を取りながら戦っていましたけど、中谷選手の場合は中もできて、そしてこういった、遠い距離でも戦えるんで、だいぶ余裕も出てきましたよね。左のボディ、たまにスイッチをしたりとか。そうですか、余裕も出てきた中で、非常にそのファンの皆さんに分かりやすいノックアウトをしたいと話していた中谷潤人。父は精神面でのサポート、母文子さんは食事面でのサポート、龍斗さんは練習への送迎を務めました。家族の支えがあって、この世界チャンピオンというのは家族の夢でもあります。ここはレフェリーから注意が与えられます。いやセレスさん、第6ラウンドに入りまして、この WBO ルールでは公開採点というのはないんですが、ジャッジ、このポイントの受けというのはどうでしょうか。自分はもうフルマークで中谷取ってますからね。山中さんどうですか。僕もやっぱり中谷選手のポイントですね。となりますと、ここからは、まあ、ボクシングファンが期待するのはノックアウトというところになるんですが、どのようなところがセレさんポイントになりそうでしょうか。そうです、接近してるやっぱりパンチですと、多少、ね、弱いパンチになりますから、ミラパー、中間距離離れてるんですね。そこでいかに、ね、強いパンチを打ってくるかですよね。するともうノックアウトのチャンスは、ね、生まれてくると思いますね。山中さんもノックアウトの機会どのように見定めていますか。この近い距離でも確かに打ち勝って、正確なパンチを当てれていますけど、もう一回長い距離で、まあ、ストレート中心に、ストレート中心にいろいろ織り交ぜたら、よりまだ相手も、気力を失うでしょうし、TKO に持っていけると思うんですけどね。なるほど。第1ラウンドでは左のストレート、マグラモの顔面を捉えましたが、マグラモの左のフック、そして左右のボディ、まさにこのボディが拳銃と評されるパンチ。これでロープに追い詰められますと、マグラモの時間帯ということになります。右のボディから左のフック、マグラモも返してきました。辻岡さん、どうぞ。田中さん、はい、中谷陣営なんですが、ボディへの声が飛んでいるんですけれども、そのボディもその普通のボディではなくて、そのボディの上の部分を狙っていけという指示が飛んでいます。上の部分というのは、瀬田さん、これどういうことでしょうか。まあ、腕あばらですよね。はい、よく、まあ、日本はあまりやらないんですけど、海外ではよく、ね、使う作戦ですよね。これは相手にそのよりダメージをというところなんでしょうか。そうですね、腕を打ってですね、まあ、腕を潰すという言い方はおかしいですけど、腕を、まあ、上がらなくさせる作戦でもありますよね。そのボディをついていけるかというマグラモであります。ここもなんとか打ち返していきますが、中谷が受ける形で左のボディ。中谷選手、本当にいつも試合冷静で、本当に相手のところ打てる選手ですから、そういうことを、ね、セコンドに言ったらそれを、ね、できる選手なんですよね。左の打ち下ろし、右のボディです。ナイスボディですね。ただ山中さん、相手のマグラモ本当にタフですね。そうですね、まあ、本当にまあ、前に行かなければいけないですから、いけないですけど、まあ、ダメージも負いながらですけど、倒れないですね。
このように中に入ってきまして少し顔のあたりも赤くなってきています。マグラモです。現在 WBO 世界フライ級1位がマグラモ、3位が中谷潤斗、世界タイトル初挑戦となっています。後楽園ホール、このラウンドの感じを見るとマグラモ選手相当、試合は第7ラウンドに入ります。距離を潰してきたのはマグラモです。このように細かい左右のボディ、これが拳銃を撃つ男、拳銃と評価される左右のボディです。ただもう少しローブロー気味だとレフェリーから注意もありました。ここも右ナッパー、これはセレスさん、マグラモも当然ポイントの上では分が悪いと分かっていますから、うん、どこかでガッと出てくるそんなタイミングがあるかもしれませんが、ずっと行きたいんですよ、行きたいんですけど行かせないのが中谷のうまさなんですよね。これ行かせない相当な技術が求められると思いますが、やはり、ね、体の割にこの線が細いじゃないですか、でも体幹が非常に強いですよね。体幹、はい、だから押し負けしないんですよね、山中さんも体幹という面ではいかがでしょうか。そうですね、僕も体幹というのは、しっかり鍛えていましたけど、中谷選手も階級の上の選手とスパーリングをよくしていたんで、はい、そういったところで体の強さというのも身につけてますよね、うん、左から右、このラウンドの距離感すごいですよね、確かにここも距離を置いて飛び込んできたところにポンポンとパンチを合わせていきます。辻岡さん、はい、やはりですねマグラモ陣営かなりフラストレーション溜まってまして、父親のメルビンさんもなんでもっと前に行かないんだと、ただマグラモも戻ってきた時はかなり肩で呼吸をして、そして口をゆすいだ時にはもうそれ真っ赤でしたね、はい、そうですか。となりますと中谷のノックアウトというのも近づいているかもしれません。中谷選手と戦った多くの選手が言うように中でも本当に強いから、はい、どうしたらいいか分からないという気持ちになるっていうのも、マグラモもそういった気持ちでしょうね。今は接近戦でもその技術を見せつけていきます中谷です。そして山中さん、特にこの世界タイトルマッチに向けて接近戦より磨いたという話をしていましたね、より磨いてますよね。で今中谷選手まだボディも、よりダメージを与える意味で効果的ですよね、はい、ボディをもっと打ってもいいと思いますけどね。ここも距離を置いていきます。また少し離れた距離からのボディですと、まあ、見えないパンチだと本当効きますからね。そうですか、はい、左、左ストレート、ガードの上からでもついていきます。そして右のフック、右のジャブ、そして左のストレート、またボディもアッパーも多彩なコンビネーションを見せていきます中谷潤斗です。これまでプロ20戦して全勝、全勝のうち15がノックアウトです。左、右のボディ、ダブルアッパーつなげていきました。もう一度ワン、ツー、スリー、右のアッパー、あの距離で前の手のアッパーっていうのはなかなか見えないでしょうからね。そうですか、そこからストレートにつなげれるってすごい技術ですよね。マグラモも中谷の左のアッパー警戒しているという話はしていましたが、顔面左のストレート、左フック、右のアッパー少し効いてますよね。もう少し効きましたね、はい、まだダウンの経験がないというマグラモ相手に、さあ左のストレート、第7ラウンド残りわずか、試合は第8ラウンドに入ります。右のジャブ、そして左を合わせていきました。右のアッパーダブル、中谷潤斗です。まだプロのリングでダウンの経験がないのは紫のトランクス、ジーメル・マグラモです。まだカットの経験もないという非常に白熱さ発揮しているフィリピンからやってきましたマグラモです。辻岡さん、はい、マグラモ陣営なんですが、あと5ラウンドあるんだと、フルラウンド戦うんだと、まあ、そんな声をかけてましたね。そうですか、もうセレスさん、マグラモ陣営としてはもうそのような戦い方ということになりますね。そうですね、まあ、ただね、本当マグラモ選手ね、先ほどの顔を見てもですね、はい、ちょっとイライラしてますね。プロのリングで1敗があるんですが、それも僅差の判定負け、まあ、WBC 世界フライ級シルバータイトルマッチでした。12ラウンドまで戦った経験もあるというマグラモ、ただそのマグラモ相手に中谷潤斗、得意のパンチを顔面に当てていけるかどうか、左を伸ばしていきます。辻岡さん、はい、その陣営なんですが、下にフェイントをかけてから左を打っていけという指示を出してますね。あ、山中さん、下にフェイントという指示ですね。そうですね、僕もよく使っていましたけど、はい、この目のフェイントでもすごく効果的なんで、いろんなものを交えてやりたいですね。山中さん、本当、はい、目でフェイントしてボディに打つと見せかけて顔面、神の左でという試合何度もありましたが、まあ、また先ほどのラウンドもいいパンチ打ってましたけど、はい、ボディのパンチも結構ダメージ与えれてるんで、左のストレート、ガードが下がったところ、中谷潤斗の左のストレート一発、
今のも若干角度変えたフック系なんですね。フック系ですね。フック系ですか。パンチは得意ですからね。あれでさらにまた左ストレートも当たるでしょうから。そうなんですね。右のパー。はいっすね。さあ、左のボディも当たるやつになりますからね。ここをポイントと見たが、左のフック大きく打っていきました、中谷潤斗。いや、心折れるチャンスですよ。左のパー、体が飛び出た。中谷潤斗来ました。いや、ここでレフェリーが止めました。中谷潤斗、世界初挑戦で世界タイトル、世界フライ級新チャンピオンです。すごいいい攻撃でしたね。まあ、まとめに行きましたね。ご家族への22年分の恩返し、有言実行、中谷潤斗です。